ゲームミズの山田です。山田チャンネルポケモン GO を中心に様々な動画上げております。もしよろしければチャンネル登録お願いします。僕ね、飴がやっと集まったんですよ。何かっていうとミニ湯。今皆様ね、海流の源泉また始めてると思うんです。僕もねちょっと着手してたんですよ。で、まあ、今ミニ流ですねのよいしょっと、はい、個体値がね、まあ、そんな悪くないやつ、まあ、つってもねマックスじゃないんですけど、はい、このミニ流を使って今回は朝厳選していこうと思います。テルリンが欲しいんです。これ、まあ、テルリンって何ぞやっていう方もしかしたらまだいらっしゃると思うので解説しますね。この前ライブ配信でも話したんですけど、技1と技2が、技1でドラゴンテール、そして技2で激鱗を持っている海流っていうのを今は、まあ、皆様目指してる人が多いと。で、これを短くしてドラゴンテールのテールの部分と激鱗の鱗合わせてテルリンって可愛く呼んでる方が今とても多いですね。あ、でも、逆にしてから激ドラですね。激鱗の激とドラゴンテールのドラ、激ドラって呼んでる方もいるんですけど、まあ、僕はちょっと可愛いのでテルリンの方をね今使ってます。ということでテルリン海流目指して技ガチャ一発勝負やっていこうと思います。じゃあ行きましょう。はい、まあ、まずはミニ流から白流、これはもうね、もうほぼスルーみたいなもんですよ。ミニ流可愛いなやっぱな。アメね、本当は強化用のアメも欲しいからミニ流もね相棒にしてあげたいんですけど、どうしても今ねやっぱバンギラス優先にしちゃってるのでね、まあその点はしょうがないですね。はい、それでは白龍がね、ゼルダのナビみたいになってますけど進化させましょう。いきますよ。この段階で息吹波動なんだね。なるほど。はい、すげえ12月に撮ってんだお前。じゃあいきます。白龍を進化。これまたね多分ナビのままだと思うんで、進化してもこれはもうしょうがないですね。じゃあ行きましょう。頼むぞ。テールリン、テールリン、テルリン、テルリンかも。ちょっとあの皆さんは見えてるかもしれないですけど、僕は隠していきますね。よいしょと。はい、海流2024、まあ、CP は悪くないと。はい、で1個目の技はなんだなんだ。1個目は、はい、ババン、翼って書いてあるよ。ボッあー、なるほどね。大外れやっちゃったー、やっちゃったー、完全にやっちゃったー。あれなんですよ。まあね、鋼の翼は、まあ、強くなったので、以前に比べれば速くなったから、鋼の翼だけだったら外れとは言えないんですよ。ただ暴風は、まあ、タイプ1ではあるんですけども、110使ってゲージ、1本のゲージで110じゃないですか。飛行ね、やっぱ海流ってドラゴンタイプの技を使ってその同じやつらをやっぱ買っていくみたいな、ドラゴンに対してドラゴンで当てるみたいな、そういう使い方がやっぱ多いから、ちょっとこれは切ないですね。また雨集めます。テルリン、テルリン、テルリン欲しいリン。すげえ空気になっちゃったな。